回り目のカードに入ってきているという状況になります。今両チームの選手たち、ホームサガン鳥栖は福田を先頭に、アウェーガンバ大阪宇佐美を先頭、そうですね、それはちょっと驚きでしたけども、まあ、あのチャンスをもらった選手がいかにできるかということも楽しみだと思いますから、で通りのプランで来ているのかなと思いますね。はい、ご覧のメンバーになります。ここはスタートからやはりウェルトンが左にポジションを取ります。右には山下。前半の45分、トスボールで始まりました2024明治安田 J1 リーグ第23節。坂本、そして山下、戻して宇佐美、チャンスだ、宇佐美、宇佐美の右足はパク揺るぎでした。このボールがまだ高い位置でガンバ宇佐美だ、中をちらっと見ながら宇佐美そのまま狙っていきました。縦パス宇佐美、いい落としになった鈴木、中には坂本待ち構えていますが、山下から宇佐美、ワンツー、山下いい抜け出した、山下、坂本、ガンバ先制、完全に崩した、最後は坂本が押し込みました。0対1、宇佐美山下のワンツーから最後は坂本、見事なコンビネーションで崩しまして、ガンバ先制です。早坂さん、一連の流れいかがでしょうか。完璧。そして宇佐美、さあ宇佐美でスイッチ入れるか、ガンバ宇佐美、宇佐美中に行きながら横パスになった、坂本狙う、坂本のミドルシュート、富樫から福田、中央にはアラウジョ待ち構えていますが、福田中を見た、さあアラウジョの、アラウジョ、よく今の体勢で打ち切りましたが、アラウジョ、トスがしっかりボールを握ろうかというところにはなってきていますが、富樫、そして堀米、狙っていきました堀米、いいんじゃないですかね。あ、まあ、スペース空いてるならやはり、さあ山下を目指す、ここは木村、しかしここで前半終了の笛です。さあガンバ大阪が19分、坂本のゴールで1点をリードです。19分坂本のゴールでガンバ先制。後半エンド変わります。右にホームのサガン鳥栖、左にアウェーのガンバ大阪、後半のキックです。で今度は横山、おうまく、ナイス、トラップから残した横山だ、横山キクチュー、今から入った中原からキクチで横山、横山、横山、ここは一森キャッチしきっています。まさに中原、堀米あたりもいまして、さあちょっと出しどころを堀米エリアの中に入れた、中原、一森が触った、そしてファンアラーノも途中から入って、そのアラーノで鈴木、アラーノ、これは流れるようなパス交換だ、ファンアラーノ、いい横パス、ハンダー、ハンダの右足、これでトータル4人目の交代ということになります。ガンバ大阪、ジェバリはもちろん得票のうちに行くでしょうが、さあ右に岡崎で、福田、手塚、手塚、倉田、さあジェバリ、ガンバチャンスになるか、ジェバリ、ジェバリが自ら行く、ジェバリ、この追加点は大きい、ジェバリの一振りで0対2、イッサム・ジェバリ連続ゴール前節に続いてという形です。いや、さすがですね、この少ないチャンスをものにする、はい、ここ鈴木選手がしっかりボールブロックして奪って、倉選手つないで目立ってきているサガン鳥栖、さあファン・アラーノ股抜きから、ファン・アラーノだ、3点目に向かうかガンバ大阪、ファン・アラーノ、ファン・アラーノを引きつけておいて、倉田、倉田のシュートはパクイルギを抑えた、中原中に行きながら、この後はこの辺りは中原らしく柔らかいスルーで富樫、ただ打たせないのもガンバで、試合終了。